食うて。はい、いつもはなんかどういったことをこの一緒に回る生徒さんに教えたりするんですか？僕技術的な指導はほとんどしないよね。もうたまにもう試合前にチェックとか、それぐらい、僕もいつも黙って見てるだけで、ただもう勝手に癖を覚えて、試合前に変だったら違うよっていうぐらいで、それ以外はもう普段一緒に回ってる時に、あ、ちょっとこうしてみたらとか、あ、ほんとちょっとしたことしか言わないよね、もっとこうやって打て、ああやって打てとか全然しなくて、今ど現状を聞いて、そのニーズに合わせて結構あれですかね、ニーズに合わせて、はい、割とそのどういう球を打ちたいとか聞いて、あとはもうちょっとこれだけしてみたらとか、みたいな。やっぱメインのコーチもいるし、その人らが何を言ってるか僕は全く分からない。そうですよね、ちょっとしたなんかポイント的な、逆算してコーチがどんなことを伝えたいのかなみたいなのを考えてます結構。ですよくミスるなっていうラインのことなんですけど、そうそうそう、何を今アドバイスされたんですか？さっきから斜面の時に、斜面に逆らってこう立てたんですよ、こう今こういう斜面じゃないですか、ちょっとこう斜面に逆らって立ちやすいように立てたんで、じゃなくてもっと斜面にも、なんていうんですか、垂直に、垂直に斜面にも従っちゃって立って、こう左足下がりの時はちょっと左向いて、若干左向いて斜面と同じ向きで打ってあげると綺麗に抜けやすくなるんで、ちょっとカットぐらいなイメージ、ちょっとカットぐらいなイメージ。なんか平らなところでも結構左体重気味なので、多分打ち込むのが好きなんで、多分左体重なんですよ。なるほどね、どんどんね、はい、たえちゃん質問です。得意なクラブは何ですか？得意なクラブは、ユーティリティが好きです。ユーティリティ、はい、理由は なんでですかね、なんでですかね。ユーティリティとかウッドが好きなんです。私あんまり打ち込めない。あ、じゃあ2人は逆のタイプなんだね。どっちかといったら逆かもしれない。じゃあカノンちゃんはアイアンの方が好き？私アイアンの方が好きです。ウッド系はあんまり、ウッド系よりアイアンの方が好き。なるほど、まあ、そういうのを見て皆さん、ウッドはタエちゃんを参考にし、アイアンはめっちゃうまいです、カノンちゃんを参考にし、マントビはコーチを参考にしてください。あそこからウェッジで、あ、食べ、はい、ありがとう。目を見極めるコツが、こっち側よりもこっち側の方が綺麗じゃないですか。綺麗綺麗、こっちの方が映えてる。こういう目なんですよ。汚い綺麗な方からの目なんですよ。アジアとかだとめっちゃ分かりやすくて、芝が大きいんで、これ結構どんなゴルフ場行っても一緒ですか？その目がきついとことかは割と、だからそのこっち側から、あ、順目なんだなとか、そういうの見て僕はやります。今パターン見てて、手が逆じゃないですか。あ、はい、なんでですか？前ちょっと普通にノーマル、逆まで来たんですけど、だんだん左引っ掛けやすくなってきて、肩のラインもちょっとこっちに向くようになってきて、向くようになっちゃって、でいろいろグリップ試してみたら、普通に逆の方がちょっとラインも直して引っ掛けづらくなったので。へー、まあでも逆に持つと自然とこっち前に出るもんね。そうしたら私ちょうどまっすぐぐらいになって、へー、最初はノーマルパッドは距離感が全然合わなかったんで
そうだよね、うん、今なんか逆さに一回持ってみたら、はい、すごい打ちづらいと思ってバンカーの先しゃあ触れてるなうまいなありがとうございます変わんない距離がいやいや変わんないおお完璧お互いにこういうのもやるんだね、うん、あ、なんかマンホールに入りましたナイスインナイスインナイスイグはい、今コーチから面白い話があったのでもう一回聞きたいと思います。僕初めての、はい、人生で3回ホールインワンしたことあるんですけど入りますねよく私1回目のホールインワンがパー4でホールインワンして、うん何番で打ったんですか3番ウッドで3番ウッドで、はい、打ってはい、池越えのパー4で、うんうん、僕右側に刻もうと思ったんですよ、うんうん、そしたらフェアウェイで跳ねてコブに当たって跳ねちゃう、はい、それで入ったのそれでああグリーン乗ったかなと思ったらなくてなくてあじゃあ見えなかったんですかそうです見えなかったですで探し回ってて、うん、そしたら同伴競技者の人がカップの中見に行ったら騒ぎ出してあ俺絶対はめられてるわと思ったんですよそしてもうまたまたみたいな感じで見に行ったら入ってて、うん、すごいでその日に64でしたすごい一番終わって3アンダーでえじゃあ出だしだったんです出だしいきなりいきなりいきなり3アンダーおはようアルバトルおはようアルバトル2人はありますかホール今私は2回、はい、いや入るねないけどない、はい、入らないよね私もないです十何年やっててすごいねこれ1年間で3回なんですか去年の6月から今年の6月で3回、やばけどもうちょっと気をつけてくださいね、はい、何か上から落ちてきたりするかもしれないからミラー吹っ飛んだコーチさっきから2人との話し方とか見てるとなんかお友達みたいでいいですね、はい、フランクで友達でみたいな感じで、ね、なんかすごい厳しい合宿かなと思ってきたんですけど全然来るとすごいフランク特にこの2人とは、うん、アットホームですねさあ縁から落ちてきましたナイスオン、ピンの根元普段担ぎでやってるじゃないですか担ぎでゴルフあれはやっぱりこう鍛えるためにいや、ゴルフの原点ですよねやっぱ原点やっぱ僕らでカート使うのはもったいないですまあそんなそうですか、はい、あれなんででもなんか私的になんか女の子が担いでやってるのか見るとマジ肩とか腰とか言わしちゃうんじゃないかなとかいやそうでもないですよやっぱそれなりに高校の試合とか、うんうん、全部担ぎなんでへえやっぱ慣れてるんですよねみんな場数踏んでるからね、うん、ああどうですか昨日も雨の中担ぎで走ったって言ってましたけど走りました走りました、はいやっぱこうやって早めのスタートだから後ろがね詰まらないようにみたいな感じでやるんですけど担ぎはもう慣れました担ぎ慣れましたけど、うん、でも走るのは疲れます走るのはさすがに疲れる普通に疲れます今日はねカートがあるからいいですけど、はい、そうだよね、うん、いや担いでゴルフはすごいなこういったえちょっと待って前行ったっぽいいや普通前行ったっぽいいやバンカーにあります前に一回行ったように見えたの、うん、ないしょ
ドライバーでよく見てる方から飛距離伸ばしたいっていうのをよく言われるんですけれども、うん、飛距離のポイントは何だと思いますか？ヘッドスピードよりミート率の方がいいと思って。私ヘッドスピードそんなないですけど。嘘、ないです、ね、めっちゃありそうな感じするけど。ない、ない、ない、ない39か40ぐらいしかない。でそれってあるっていうのは、ね、ないですか？ないんですか？それはない、ない、ない方なの。40が基準ぐらいなんで。へえ。じゃあ基準ぐらいしかないけど、まあ、ミート率上げてみたいな。私はいい方です。おお。私もヘッドスピード39くらいです。あ、やっぱちょっとありそうみたいな見た目。でもそんな感じ。言ってくれない。コーチ、はい、どうしたと言いますかね、はい、やっぱミート率とヘッドスピード上げることがやっぱ最優先かなと思います。方向を気にしだしちゃったら飛距離なんかもう飛ばなくなっちゃうんで。なるほど。方向なんかいいんすよ。方向なんかいい。飛距離伸ばしたいんだったら最初の3ヶ月はスコア悪くなるんですけど、うん、振りちぎれた、はい、振りちぎる。自分のスタンダードを上げていかないとヘッドスピードの、はい、どんどん上にはいけないんで。なるほど。ヘッドスピード振って42の人は普通に42になんできる。はい、したらもう何してでも重いもん振ってスピード感が慣れて軽いもん振って慣れてってやって、やっぱ振れることが必要なんで。なるほど。もう帯なんて怖がっちゃダメみたい。はい、全然ダメです。了解です。ありがとうございます。何番？乗ってますよ。乗った。あれと、さっきバンカー結構顎がこうなってたじゃないですか。はい、で7と8で迷って8番。はい、でやっぱああいうのって心理的にだけどどうしても上げに行っちゃう。ちょっと振ってちょんみたいな。はい、で特にやっぱりアマチュアだったけど多分 S とか、はい、なんかもう P でも厳しいかなぐらいなんだけど、なんかポイントってあります？ああいう時のシチュエーションで。逆になんかピッチングとか吸盤とかの開いてる方がなんかバンカーショットって開いてるクラブでやるじゃないですか。うん、やる。だから逆になんかダフりそうで、私ロングアイアンの方が打ちやすいです、バンカーの。あれぐらい顎があっても、はい、ちょっと長めの、はい、立ってるロフトが立ってる方で、なんかフルショットしないで短く持って、短く持って結構短く持って左足上がりの時はフィニッシュの時足を取らないでそのままこっちこっちにあるまま打つ。打ちます。でも打ち込む。打ち込む上から。はい、ありがとうございます。全部強いよね。パターショートすることがない。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。